ミラクル。ミラクルです。今日は210日だって。そうだよ、今日は210日だよ。立春から210日に当たるんだって。日付は年により変化するそうだよ。稲の開花の時期で台風が来ることもあるから注意しましょう。わかったかな。はい。ありがとう。雑学教えて。はーい。春の七草のお話するね。鈴菜のお話だよ。鈴菜は株のことって知ってたかな？株の根っこの部分が鈴がついているように見えることから鈴菜って呼ばれるようになったんだって。葉っぱの部分は捨てられちゃうことが多いみたいだけど、実は栄養がたくさんあるんだよ。よく洗ってから細かく切ってごま油と塩で炒めてから白ごまを散らすとご飯のふりかけにもなるから、ぜひやってみてね。鈴菜のこと分かったかな。またいろいろお話ししようね。はい、ありがとう。はーい。どういたしまして。ミラクルから一言。ゆうち、最後まで見ていただきありがとうございます。僕はこれからも頑張りますので、また見てね。バイバイ。バイバイ。また会おうね。はい。